こんにちは、エリナです。今日はニコラ6月号の付録を紹介したいと思います。最後まで見てくださると嬉しいです。それではスタート。ニコラ6月号の付録はじゃん、ウトピアルマリオさんの 2way キャンパスコートです。持ち手には少し長めの紐もついてます。こんな感じで普通のトートバッグとしても使えるし、こんな感じで流行中の巾着バッグとして使うこともできます。私の推しポイントを紹介します。この前についてるバーコードっぽいデザインの柄がすごく可愛くて、このロゴもめっちゃおしゃれになってまして、リボンもこんな感じでロゴがついてます。続いての推しポイントなんですけど、普通のトートバッグとして使うときに本当にすごいたくさんいろんなものが入れられます。いろいろ入れてみます。でまずニコラですね。こんな感じでニコラもすっぽり入ります。 A4 のファイルなんですけど、A4 のファイルもすっぽり入っちゃうんです。すごいめっちゃすごいですよね。ちょっとかさばりそうなルーズリーフと A4 のファイルとニコラを入れてみます。じゃん、すっぽり入りました。全然まだいっぱい入りそう。学校のシロバッとして使ってもいいし、移動教室の科目を入れるバッグとして使ってもいいと思います。あと体操服とかを入れてもいいのかなって思います。習い事とか言ってる子は習い事のバッグとしても使えるし、塾とかのテキストとかを入れてもいいのかなって思います。次の推しポイントです。巾着バッグとして使うときは少量のものだけ入れても形が綺麗になるので、お出かけの時とかにおすすめです。私が入れている中身を紹介したいと思います。一つ目がお財布です。次にこちらプラザで購入しました。中身を紹介します。まずポール&ジョーさんの鏡です。マイティアの目薬です。ニベアのディープモイスチャーリップです。最後が DHC のノーミツールのカラーリップクリームです。感じのやつで、次がこちらです。これはプレゼントでいただいたポーチです。このポーチの中はティッシュとか、あと絆創膏とかのなんかケア用品とかを入れてます。ダイソーさんで購入した綿棒なので持ち歩きにすごくおすすめです。ハニーサロンさんのコスモケースです。自由が丘で購入したポーチです。このポーチはメイク道具とかを入れてて、一つ目がアディクションのチークです。次がこちらですね。これがデジャブのラスティンファインクリームペンシルのダークブラウンです今日も使ってます。ケイトのダブルラインエキスパートの LB1 番です。で、これはフィアンセのジェルフレグランスベビーパフパフです。あとはその日使ったリップを入れてます。メディアブライトアップルーズの OR01 番を使ってます。こんな感じの色なの。あと結構このムム&JL ティントがすごく気に入ってて、結構いつもバッグに入ってます。こんな感じ。次がこちらです。これはじゃん、Bluetooth が入ってます。私はミントにしました
大好きなミンティア。今ちょっといろいろ怖い時期なので消毒液を持ち歩いてます。今回私もカジュアルさんとガーリーさんのコーデで組んでみたので、ぜひ参考にしてくださると嬉しいです。どうぞ。はい、こんな感じでどうでしたでしょうか。ニコラ6月号をぜひゲットして、ビペアルマリオさんの 2way キャンパストートを使ってみてください。最後まで見てくださりありがとうございます。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。